ノーカントリーは2007年制作のアメリカ映画、公園兄弟制作のスリラー映画、アメリカとメキシコの国境地帯を舞台に麻薬取引の大金をめぐって生産な殺戮劇が繰り広げられる。2005年に発表されたコーマック・マッカーシーの小説、血と暴力の国の映画化作品。現代は、ウィリアム・バトラー・イエッツの詩、セーリング・ツー・ビザンティウムの 1> 第1句が引用されている。第60回カンヌ国際映画祭、第32回トロント国際映画祭などで先行上映された後、2007年11月9日にアメリカの一部の映画館で限定公開された。同年11月21日に全米公開され、アメリカとカナダで約7400万ドル。それ以外の国で、 約8700万ドルの興行収入を上げた。公演兄弟制作映画としては2003年に公開されたリボース賞を上回るヒット作となった。2007年度の第80回アカデミー賞で8部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、助演団優賞、脚色賞の計4冠を受賞。その他にも受賞多数。 日本でも2008年度のキネマ巡邦外国語映画ベスト10第1位を獲得した。アメリカでは R 指定、日本では R-15 指定を受けた。舞台は1980年のアメリカ合衆国テキサス州西部、凶悪化する犯罪を憂える保安官エド・トム・ベルの語りを背景に、殺し屋アントン・シガーが保安官の拘束を出して殺人。 窃盗を行うシーンから物語が始まる。一方その頃、銃を持ってプロング法音を打ちに行ったベトナム機関ヘールウェリンモスは偶然に殺人現場に遭遇する。状況からすると麻薬取引がスムーズに進まず途中で銃撃戦に発展したらしく見える。死体の転がる中を歩くモスは麻薬を積んだトラックの運転席に重傷を負って座っている。 メキシコ人を発見する。モスはいくつか質問をするが、彼はアグアというのみ、モスはその場を立ち去る。そこから少し離れた木陰にあった男の死体のそばで、モスは札束の詰まったブリーフケースを発見し、危険と思いながらもこれを自宅に持ち帰る。その夜、運転席で苦しんでいた男のことが気にかかったモスは、水を持って現場に戻るが、 戻ってきたギャングたちに発見されてしまう。モスは現場から逃走、ギャングの追跡を一旦逃れたものの、現場に置き去りにした車から身元が割れ、モスは金の発見を受け負ったシガーに追われる身となる。危険を感じたモスは、妻、カーラジーンをバスに乗せて実家に返し、自身はモーテルに潜伏する。しかし、金の入ったブリーフケースには発信機が隠されており、 シガーはそれを頼りに、モスの滞在するモーテルを発見する。シガーが、メキシコ系の別のオ手と交戦中、モスは辛くも逃走する。次に潜んだホテルの部屋で発信機の存在に気づいた、モスは、これを逆手にとって、シガーを帰り討ちにしようとするが、激しい銃撃戦の末どちらも重傷を負う。シガーが、傷の治療に時間を取られているうち、 モスは国境を越えてメキシコに到達、現地の病院に入院する。入院中のモスに面会に来たのは、賞金稼ぎのカーソン・ウェルズだった。ウェルズは麻薬ディーラーから金の奪還を命じられており、金と引き換えにモスの命を守るという交換条件を出すが、モスはこれを拒絶。その後米国内のホテルに戻ってきたウェルズはシガーに殺害される。その時、 ウェルズの部屋に電話をかけてきたのはモスであった。シガーは電話を取り、二人の会話が初めて実現する。モスが自分の手で金を持ってくること、そうすればカーラに手出しはしないと約束するシガーだが、モスはこれも拒否し、会話は終わる。米国に戻ってきたモスはカーラに電話し、彼女の母親ともども、エルパソのモーテルで落ち合うよう打ち合わせる。モスに会うために、 保安官のベルもエルパソに向かうが、モーテルに到着する直前に、モスは殺害され金は消えていた。後日、ベルは元保安官だったおじと会って引退の意思を話す。時代の流れに伴って凶悪化する犯罪が、その原因だが、おじはこの地域は元々暴力的な土地であり、一個人の働きで状況が変化するようなものではないと時、き、ベルをたしなめる。 母親の葬儀から帰ってきたカーラは家の中で待ち伏せていたシュガーと対面する。シガーはモスと交わした会話に基づいて彼女を殺害しなければならないと説明するが気を変えコイントスでカーラが勝てば命を助けると言い出す。表か裏か。彼女の答えは書けないであった。その後カーラの家を出たシガーは車で走り去ろうというところで交通事故に遭う。 左腕を骨折し、頭部から流血しつつも、警察が到着する前に姿をくらまそうとする。物語は、ベルが妻に昨夜見た夢の話をしている場面で巻くとなる。カッコ内は日本語吹き替えベトナム帰還兵。公演兄弟は本作品を自分たちが監督した映画の中で飛び抜けて、暴力的な作品だと語っている。 公園兄弟は映画の撮影を2006年5月23日に開始、主にテキサス州やニューメキシコ州を中心にロケーション撮影が行われた。ハビエル・バルデム演じる冷酷無比な殺人鬼がもたらす圧倒的な暴力描写が話題になった。批評形からも絶賛を受け、公園兄弟の監督としての名声をより格好たるものにした。ありがとうございます。